キャピタリズムラボの、チュートリアルの第3回になります。キャピタリズムラボは、企業経営のシミュレーションゲームで、かなりいろいろなことができるゲームになっています。シムシティとかですね、そういった系の、ゲームなんかが好きな方には、楽しめるゲームだと思います。いろいろなですね、企業で、製品を作ったりとかですね、いうところから、販売するとかいうところなど細かく、会社経営をやる感じでプレイできます。それでは、第3回のチュートリアルいきたいと思います。はい、製造業ということですね。小売業を盛大に営んでいるあなたの次の目標は自社で製品を製造し独自ブランドで販売することですと。このチュートリアルでは原材料の調達や量産方法、そして生産した製品を販売するために工場をセットアップする手順を案内しますということですね。スタートしていきます。前回のチュートリアル、仕入れ先から購入と店舗での販売の方法を学びました。今度は自社工場で製品を製造する方法を学びます。あなたは家族が経営する会社を離れて独立することにしました。あなたは市場でのチャンスを見出しました。ここでは高品質の材木が輸入可能であり、この原材料からさまざまな製品を製造することができます。会社を起こすにそれにはたくさんお金がかかります。あなたの大事業計画の手始めにまず銀行から融資を受ける必要があります。情報センターから財務を開いて、ゲーム期間中貸付限度額は会社の状況に応じて変化しますと。この時点ではあなたが借りることができる最高額が3000万ドルですということですね。で、借り入れをプラスで増やしていって、3000万ドルか、3000万ドルまでは借り入れるということなので借りますと。でそしたら、生産者ガイドを開きます。でインプット、これで製造ガイドですね。ここは、例えば染料とリネンと布地を購入してブレザーを作ることができますよとかってことを示してますね。それでインプットを開いて、リストから木材を探しますということですね。木材、これは木材がベッドを製造するために使用することができるということを示していますと。ここでは120キロの木材から1つのベッドが作れることを示していますと。品質 50% に注目してくださいと。これは完成した製品の品質が木材の品質から 50% 影響を受けることが示しています。ここですね、原材料の品質が 50% を占めて生産技術で 50% で、ベッドができるということですね。さあ木材からさらに何が作れるか探検してみましょう。木材の画像の右下にある詳細ボタンをクリックしてくださいと。こちらの詳細ボタンですね、詳細ボタンをクリックすると木材で7分の1ってなってますね。1個目は木材からベッドができると。2つ目は、木材とリネンとも綿で椅子ができます。で椅子の品質のうち 60% が原材料の品質から、でその原材料の木材は 40%、 リネンは 10%、 綿は 10% の影響をすると。いつでも木材で生産可能な製品を探すために詳細ボタンをクリックすることもができますということですね。あなたは製造に関する基本的知識を身につけました。早速工場を
建設しに行きましょう。画面の任意の場所を右クリックするとシティビューに戻ることができますと。でシティビューに戻って、工場を建設しますと。工場を、例えば、まあ、中工場を作りましょうということで、で工場は、地下の高いところに建てる必要はないので、少し郊外のところに、地下の安いところに建てます。で製品を製造し販売する工場にはレイアウトグリッド内にリンクする3つのユニットを必要とします。あなたはすでに購入販売ユニットを学びました。今回必要とする第3タイプは製造ですと。さあ何か生産してみましょうということで、購入販売、あ、じゃない、購入製造ですね、製造で販売、で購入のところで、木材を選びます。そうすると港から品質の79という高い木材を購入できます。木材を購入し製造ユニットがベッドの生産を開始しますと。まもなく製造ユニット販売ユニットに完成品を送り出し、ベッドを世界中に販売できるようになりますと。こちらですね、木材の在庫が増えて、それをベッドの方に、送り込んで、それが販売側に行って、ベッドの、ですかね、ベッドの在庫が増えている。で今は、需要がここはですね、製造部門が買ってくれるので需要があるんですが、販売がまだ設定してないので在庫がたまるだけだから、ここは需要がもう今満杯になったので需要がないというところですね。工場内には未使用部分がたくさんありますと。正確に6ユニット分の味がありますと。さらに、購買製造販売ユニットを左か右に、設定してくださいということで、同じようにやります。購入製造販売でユニットを接続しますと。で新しい購入ユニットでスチールを選んでくださいということですね。で、こちらですね、木材と鋼鉄を仕入れてゴルフクラブが作れますということですね。ゴルフクラブの品質と、この製品の品質に寄与する要因、すなわち原材料の品質と、この製品に関する生産技術が示されていますと。こちらですね、製品の品質は、16だと。で生産の、なんだ、原材料のクオリティが34だと。こちらがですね、製造技術とかそういったところでの、生産の要因が16、仕入れた、原材料の木材とか鋼鉄の、技術、品質が34で50の品質のものができてますということですね。生産技術が30、ゴルフクラブをトップで、最も優れた技術を持っているところは100ありますよと。だから3割の、製造技術しか持ってませんということですね。
このゴドクラブは原材料の品質が 45%、 生産技術の影響が 55% ということですね。原材料の品質は高品質の原材料を供給することによって向上させることができますと。生産の品質は研究開発センターでより良い技術を開発することで向上させることができますと。工場が稼働し始めたあなたの製品を他の企業が小売店で販売するため購入することができるようになりました。あなたのビジネスを成長させるためにビジネス製品を販売する小売店を建設し、さらに追加の製品を生産するためにより多くの工場を設立することをお勧めしますということですね。このゲームの目標を達成するには年間収益が3000万ドル、業務利益が300万ドルに達しなければいけませんと。あなたは銀行にお金を借りていることを覚えていてくださいと。情報センター財務にアクセスし、返済セクションを使用して一部または全てを返済することができますということですね。ということで、今ですね、ここ赤字ですね。製造するだけ作って販売してないので赤字なので、これをさっさと販売して、利益を出していきましょう。また地下のアイコンで一番ここら辺がいいので、小売店のですね、量販店、でこちらで自分のプレイヤーの、ゴルフクラブとペットですねを選んで販売しますと。こちらですね、今2つしか売ってませんで、販売スロットは4つあります。会社の利益を、するために、供給者が自分のを選びましたが、これを全てを選んで適当に売れるものを売っていきましょう。他社の売ってるエアコン、あるいはケーキをとりあえず売ってということをしました。でさらに、デパートを作っちゃいましょう。デパートでも自分の商品は売れますね。ゴルフクラブとベッド売ります。そしてまた、他の商品も売って、テレビと、どうだっけ、これか、違うな、デパートので口紅、こうやって売ることでですね、ここの利益がプラスになっていることが分かります。で実際工場がどれぐらい売れてるのか、工場で、先ほどまで赤字でした、作るだけ作って売る、販売してないので赤字でしたが、ここで、工場の方の利益が出てますね。これはデパートとか、量販店の方に、ベッドとゴルフクラブを販売しているので、こちらでベッドの原価は、79ドルなんですが、その小売りの会社の方には300ドルで卸してます。なのでベッドが 1個売れると、この差額の、約220ドルが、この、工場の利益になります。それに対してゴルフクラブは12ドルの原価で60ドルで売ってますと。で、ゴルフクラブの、市場のシェアの約半分がうちの会社の、ゴルフクラブ、ベッドは 25% ぐらいが、当社の、市場シェアになっているということを示しています。
ではですね、これでですね、2つの販売店で売ったことでですね、家具とかの、ベッドとゴルフクラブだけじゃなく、その他の商品も売りましたので、2つの店舗で売った、製品によって、目標のチュートリアルの、年間の収益とかを達成したということですね。はい、これで、このチュートリアルは終わりになります。このチュートリアルで、原材料を仕入れて、ベッドとゴルフクラブを作って、それを小売店に販売するというところの流れが、分かりました。では、引き続き4番目のチュートリアルの動画次に作りますので、そちらの方もご覧になってください。ありがとうございました。